2と9と0の時この重さを整数部分の1桁かける10の累乗の形で表しなさいと。2900なので、有効数字が2と9と0だからこれは使うじゃん。でこの右のやつ見ていたと思うんだけど、今回0だから何も変わらない。